さ、やは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 いやー、長かったけど楽しかったです。なんかなかなか普通に生写真とか撮ってても表情を変える、怒ったりとか悲しんだりとか照れたりする表情って基本なくて笑顔が多かったので、今日はちょっと女優志望の私としては課題のある撮影だったのでちょっと勉強になりました。去年はスタッフさんとかに、うまいじゃん、やったことあるって言われたので、今年はそれをさらなる超える自然感を醸し出しておちゃらけた私を出せたらいいなって思います。頑張ります。見ててね、バイバイ。ご紹介させていただきます、中村真理子さんです。中村真理子です、よろしくお願いします。もともとテンションは高めだよね。すごく高揚してるというか。あ、そうなんです。うん、で、すごい空回りします。うん、空回りしましょう。はい。実際空回りキャラの中村は。そう、どうなんだろう。自分ではするつもりないんですけど、すごい空回ってるから頑張ろうって思います。はい。オースワードの瞳、送り作、コンペキの。なんて美しい言葉だなって。そうだね。なんて美しい言葉。私。サラダの瞳の奥に咲く紺碧の、おお、サラダの瞳の奥に咲く紺碧の、なんて素敵な言葉なの。私こそあなたのことを、俺でも、ちょっとどうしよう、シナリオを考えなくてはいけない。楽しくて興奮する感じが頭からあると。はい。よーい、スタート。面白かったね。やっぱりいいな、ミュージカル。特に最後のあの告白し、やっぱ女の子としては憧れちゃうんだよな。おう、そなたの瞳の奥に咲く紺碧の花、王子の瞳こそ美しい。お前を俺のものにしたい、王子様。あ、ごめん。アイカット、はい、いかがでしょうか。いただきました。OK で。とっても良かったです。では続いてキス顔を撮らせていただきます。はい、ではスタンバイお願いします。はい、メインイベントいただきます。スタート。アイカット。アイカット、いかがでしょうか。OK。OBC 以上になります。ありがとうございました。照れましたね、やっぱりね。実はボーナスで私のあんな顔が見れちゃうわけなんですけども、それがやっぱり一番照れますかね。そうそう他人に見せることはないので、愛犬の桜ぐらいかなっていうのがあったんで、告白シーンはそうですね、ちょっとおちゃらけた私の部分が見えたと思うんで、何度も私に告られるようにゲーム頑張って何回も見てください。普段の私とちょっと演じてる私の違う部分をちょっと見ていただいて、ちょっといいじゃんマリコみたいな感じに感じていただけたらなと思うので、ぜひそこはチェックしていただきつつ、私のおちゃらけた中での舞台の再現の演技も見ていただきたいなと思います。私中村マリコを選んでくれて本当にありがとうございます。こんなに多くの中で私を選んでくれたことに本当に感謝しています。これからもぜひ中村マリコの応援をよろしくお願いします。また会いましょう、バイバイ。まあ別れるってことはしないと思います。やっぱり好きだったらそのまま遠距離でも続くと私は信じているので、まあ連絡を取り合ったり手紙を送ったりして、まあ遠距離の間はそれで二人の関係をつないでいたいなって思います。難しい質問だ。多分私は
多分親友の彼氏なので、そういうなんていうの、略奪愛みたいなのはしないと思います。絶対嬉しいな。細やかなレディーファースト。なんていうんですかね、例えばまあ多分一緒にずっと過ごしてたらそれが当たり前になっちゃうんだろうけれど、付き合い始めた時とかに、あ、どうぞとか言われたらちょっとはーって多分思うと思います。例えば周りの人を見て、このおじさんちょっとやれじゃないとか、このおばさんちょっとあれじゃないとか、なんかその周りの人の悪口とか、あとは何だろう、食べ方が汚いとか、お箸の持ち方がなってないとかだったら、ちょっと多分嫌だから直してって言うと思います。多分ついてるよって教えてあげるのは絶対すると思うんですよ。そんな多分可愛いなクスクスっていうタイプじゃなくて、多分あついてるよみたいな感じで言って、どうだろうな、取ってあげることはするかもしれないですけど、食べるはしないかもしれないですね。普通に指摘してあげて取ってあげるのはすると思います。